皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回の時事問題解説のテーマは、文化庁が日本語学校のオンライン授業の支援へというお話です。でこれ、NHK のニュースウェブというところから、2021年11月25日付の記事を参考にしているんですけども、これ、あの、実証事業費という形で、 はいえっと、補正予算の中に、大体41億円ですねで。内訳は1000万円を最大としたものの400件を日本語学校に対して支援をするということがあの決まりつつあるようです。で背景はといいますと、えっと今年の9月時点で、だいたい9万人ぐらいの留学生が日本に入国できず、入学できず、待っている状況。 なんですねでそんな中で彼らを彼女らをつな、まあ、ぎ止めるって意味もありますしあとはもう日本に来てからやるはずの日本語教育をすでにもうオンラインで日本と海外つないで始めているっていう側面もあると思います。でそこに対する支援ですね。で入国も、ね、今月8日に再開されで26日に1日の入国の数が3500から5000にあの増えてはいるんですがこの数は 留学生だけじゃなくて、ビジネスパーソンとか、技能実習生とか、他も含みなので、なかなかすぐには入れない。あと、今入ってきてる学生って、去年のその3月までに、はい、在留資格認定証明書を取った人たちなので、それ以降の人は12月来年にこうなりますので、まだまだこう待つ、ね、あの期間が長くなるというところが背景にあるんだと思います。で、具体的になんですけども、 えと例えばパソコンだったりモニターなんかをリースしたりする費用だったりとかあと教員の研修ですよね研修費だったりとか、まあ、もしオンライン教材開発するんだったらその開発費みたいなところが対象になるようです。でこれまで日本語学校って <laughs> もうこういう補助金とかでそういうものがない状態でずっとやってきましたので。 おそらくこういうのって初めてだと思います。なので戸惑う部分もあるかもしれません。で、実際これもう一年早く欲しかったなっていうところがありましてで、去年の春先ぐらいにこれが出ていれば活用できたケースで、事業を継続できたケースもたくさんあっただろうと思います。なので、もう本当に追加で融資受けて自前でとか、 あといろんなね、給付金とか補助金をかき集めるけども全然足りないみたいな中で、ね、去年から日本語学校さん DX 化進めてきましたので、まあ、ないよりはもちろんある方がいいんですが、文化庁さん、ちょっと1年遅かったなっていうところ、ね、これからご迅速に手続きしていってくださいというところでございます。はい。では、今日はこのぐらいで失礼しようと思います。アディオ 動画をご覧いただきましてありがとうございます。高評価いただけると嬉しいですし、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それにお仕事をですね、コンサル、セミナー、あと語学のレッスンも喜んでお受けしますので、コメントだったり DM でいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。